メイです。ピンクラテ DB 始まるよ、イエーイ。はい、今日はメイの部屋を紹介します。今日はルームツアーってことなので、メイの部屋をもう皆さんに少しずつご紹介していこうと思います。それではどうぞ。入ってまずあるのがギターです。ギターはアコースティックギターなんですけど、普通のこれは弾くときとかここからポッて取ってジャンジャカ弾いたりしますね。でこっちをくるって向くとクローゼットです。クローゼットはまた別の機会に紹介できたらしますね。でこれをくるっとくるっといくとスーツケースとスクールバッグです。スーツケースは小学5年生のクリスマスに買ってもらったやつなんですけど、お泊まりでの撮影とかたまにあるのですごい便利です。本当にこの色が欲しかったの、ピンクゴールド。誰かが持ってるの見て欲しくなって買ってもらいました。でも最近はねコロナとかであんま使わないかな、置いてるだけで結構可愛いからギリギリです。こっちは中学校に背負っていってるスクールバッグです。黒と白でシンプルな感じがすごいお気に入りなんですよ。これをですよ、左にくるっと向くとじゃーん、電気暗いままだったちょっともう少し明るくしますね。はい、こんな感じ。ちょっとずつ紹介していきます。まず白いラグですね、ふわふわしてます。これフランフランで買いました。これとかに座ってますよく、抱えたりもするよ。これお気に入り、最近のお気に入り、皆さん知ってると思うんですけど、白ですね。これは UFO キャッチャーで撮りました。本当にね、お部屋で一人って寂しいんですよ。本当に寂しくて、お友達が欲しいなとか思って、その白いふわふわのね、白をねめっちゃ頑張って撮ったんですよ。結構頑張った、やっと撮れたお友達です。あ、ちょ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 、ダメダメダメ、はいはい、ここはこんな感じです。で次こっち、ただの机に見えると思うんですけど、ここをバカって開きます。開きました。これはドレッサーです。いっぱい美容系のものが入ってます。こんな感じ。この辺はクリーム系、これはブユクリームで肌が白くなるやつで、このピンクのが爪に塗る美容液クリームみたいなやつです。この辺は学校行くときに髪の毛を結ぶゴムとか、あと前髪留める用のヘアピン、これが一番お気に入り。これめっちゃお気に入りなの、誰か分かって。これガチャガチャだったんですよ。もう見た瞬間すぐやりました。そしたらびっくりパークにハテナってやつ出ましたね。この下はハサミとピンセットと前髪用のベビーオイルとアンドハニーのアホ毛を寝かしてくれるマスカラ、ちょっと大きめだけど学校とかに持ってて、すぐにねスッてやるとね、ほんとすぐアホ毛寝てくれます。これはピューのなんかニキビとかできた時の塗るやつ。これは保湿リップとして使ってます。この2つは、これは朝学校とか行くとき、うまく前髪を巻けないときがアイロンであるので、カーラーにお手伝いしてもらってます。こっちの髪の毛、ここはケープとコーム2個とメデュラのヘアオイルとマトメージュ、アホ毛を寝かしてくれるやつです。こっちはリップ、あとマットの色とかキャンディドールのリップとかユアルグラムの紫のリップ、そんな感じかな。でこっちが、こっちグロス系、最近ロム&しか使ってないってくらいロム&です。エチュードハウスとかボリカとかキャンディドールのものがほとんどです。でこの上には手鏡、これねすごいコンパクトで便利、ピンクラテのこういうねスティック型の鏡だからね、本当に、ね、持ち運び便利。筆箱とかに入れてても違和感ないからさ、こっそりさ GH とかパカってやって水しなみ OK ってなるね。これも鏡なんですけど、中にコームが入ってるから、これも学校に持ってて身だしなみを整えることができます。で隣には、あの授業終わってすぐに友達と落書きしたパンダです。こんな感じかな。じゃここ閉じて、こちらです。ここも結構お気に入りですよ。ここはピン、リボン類、ピン、チョーカーです。これはね、なんか学校にはやらないけど、お休みの日とかに大きめのピンつけたりとか、チョーカーつけたりとかします。で、こっちがイヤリング。私、イヤリングをなくしやすいので、ほんとこういうのがあると便利です。持ってない子買ってみて。なくさなくなるよ。はい、こっち。ここはカチューシャ。お気に入りのカチューシャたちが並んでます。一番のお気に入りは、これ。
なかなかない色なので結構好きです。スリーコインズとかパリスキッズとかクレアーズで買ってました。はい、こっちカンカン帽とバッグ、これ一回バッグの中身紹介で紹介したバッグなんですけど、めっちゃ使うんですよ。どんなコーデにも合うからめっちゃ使うので、一番使うバッグとかはこの辺にかけたりします。次は後ろに行きますよ。せーの、はい。ここら辺はいつも勉強するスペースこんなとこで勉強するのかっていうものがあるんですけど、いつもこの辺で勉強しているんですけど、この辺で教科書とか広げて普通にやってます。で、 iPad はわからないことがあった時に調べるようです。これがライト。結構ね、部屋の明かりをマックスにしてもね、この辺に光が来てくれないので、このライトをつけて勉強してます。私のもう大好きなものでございますまあね、これがなきゃ生きていけないってくらい大事です。小学6年生の初め、ちょうど自粛期間が始まったあたりに買ってもらった Nintendo Switch です。普段はあつ森、フォートナイト、エーペックス、アモングアス、スイッチをテレビにつなげてやったり、あとテレビにアニメとか映してみたりとかします。この下です。まずここ、私の大好きな小説なんですよ。ダントツで好きなのがこれですね。あの夏が飽和する。これを読んでから小説にすんごい興味を持つようになったんですよ。私の大好きな曲を書いている方の本なんですよ。本が出たって聞いてもうほんとすぐに買いに行ったんですよ。あ、もう案の定涙。本当にいい作品だけど、マジで学校で読まない方がいい。もう涙やばいよ、止まらない。もうね、学校で読んだら保健室連れてかれちゃうくらい泣いちゃうと思う。それくらい泣いた作品です。で、こっちはニコブチとかニコラとか雑誌系ですね。ファッション雑誌。ここら辺に入ってるのはお出かけに持っていくものがほとんどなんですけど、行くときパッて取れるように置いてます。ちょっと部屋をシンプルにしたくて、前まですんごいもうオタク全開のお部屋だったんですけど、封印して癒しをいただきたい時だけここのポーチから出してじっくり眺めてます。で、こっちは学校の教科書とか学校で使うものですね。ここはこんな感じですね。で、ベッドです。ベッド、私の部屋はそこまで広くないので、ロフトベッドで下にスペースを作ってるんですけど、十分なスペースがあります。ベッドで携帯を使いたい時用の充電器とフェアリーライトです。これは3COINS で買いました。で、私の大好きな水色のベッドシーツ。今から電気を消した感じのお部屋の感じをお見せしたいと思うので、ちょっとフェアリーライトをつけようと思います。はい、つきました。電気消します。一気にね、なんかちょっとエモくなりますね。おしゃれな感じになります。で、ベッドの方はこんな感じになって、ちょっと寝る5分前とかはよくやるんですけど、やっぱこの明るさだと目が悪くなるので、この状態はあんまないかな。なんか本当に寝る直前とかにやるけど、電池がなくなっちゃうからあんまやらない。メインの部屋はこんな感じでした。はい、こんな感じです。今日はみんなにメイのお部屋紹介、ルームツアーをしました。どうでしたか？ちょっと散らかってるところあったかなーって感じなんですけど、参考になったら嬉しいです。もしこの動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。